5月になりました。レモンの木に花が咲き始めました。この木にやってくるのがアゲハの幼虫です。卵からかえった幼虫はレモンの柔らかい葉や花芽を食べていきます。そうして少し大きくなると脱皮を繰り返し、サナギになる前には秋麗幼虫、こんな緑色の太っちょになります。まさに腹ペコアオムシです。体が大きい分食欲も旺盛です。美味しそうな葉を見つけると、どんどんバリバリとかじっていきます。少し早送りにしてみましょう。葉っぱのおいしいところをどんどん食べて軸までかじってしまいます。そうして食べるところがなくなると、また葉っぱを移動しておいしそうなところを見つけに行きます。飼育箱の中は今こんな状態です。それでも、葉っぱの裏にはこんな小さな卵がたくさん産みつけられているので、毎朝小さな幼虫が生まれています。よく似ていますが、こちらはテントウムシの幼虫です。アブラムシを食べてくれるのでレモンの木に残してあります。おかげでレモンのめしべの根元が膨らみ始めました。